わー、すげえ。やばー、あー、めっちゃ水きれいじゃん。はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今日は菊池渓谷に来てます。ということで、ちょっと冷たい水を楽しんでみたい人、トラックだよトラックとりあえず行ってみたいと思います。お豆をやってますからね、大量でね、お待ちとります。あ、びっくりした。やっぱ上からのがガシャン。落石も。すごいよ。ハハハハ。次。水きれいですね。なんかあそこ面白そう。あっちなんか迫力あるようです。もともとここ上には何かあったんですけど、あれが黎明の滝っぽいっすよ。違ったらごめんなさい。でもすごいな。あ、で、そう。ちなみにこのマップもらったんすけど、こう来て、今ここ黎明の滝ね。これをもうちょっと行ったとこで一回こっち戻れるやつがあるんですけど、これがだいたいこっちこの癒しコース30分、往復1キロって書いてあって、とりあえずそのもう一個先まで行くんで、なんだマイナスイオン満喫コース往復2キロの約1時間だそうです。さあこれをやってみましょう。まあなかなかちょっと疲れますね。で、ニュースでもう一個言ってたのが、これ。なんか、あれ、ウッドチップ引いてますみたいなの言ってたんですよ。まあ、結構きついんで、結構これでクッションにするみたいなこと言ってて。まあ、さっきからちょろちょろあったんですけど、でもきついのはきつい。もう、まだまだ行きますよ。今1個目のこの橋のところ、結構きついっすよ。正直、あ、もうやっと終わりかなと思ったところだったのに、どうしよう。頑張るかな。まあちょっとそこだけ覗いてから続き行きますね。
イエーイ。ワープしようかね、行った手にしようかね。よし戻ろうか。よし、警告に行ってきました。帰りに本当は何だったっけ、魚食いたかったんすけどね。何、ヤマメか、ヤマメ食いたかったんすけどね。なかなかの道の険しさとマイナスイオンを体全体に浴びたことでお腹が痛くなって、もう降りてきました。で今ちょっとこっち、今龍門ダムの方に来てます。本当はここでもう一本撮ろうかとも思ったんですけど、渓谷の方の締めを撮るのを忘れてたので、もうここはもうここで風景だけ撮って締めて締めにします。そういうことで、それでは。